こんにちは、吉田さん。今日のことなんですけども、40代男性、もしくは50代男性が、20代の女性とどうやってね、付き合っていけばいいのかとか、どういうふうにこの年の差恋愛を攻略していくのかっていうことを、まあ最近ずっとね、ライブ放送、朝のライブ放送でお話してたりするんですけども、それをね、見ていた20代の女性が何人か、こういうふうな男性であってほしい。40代、50代の男性には、20代の私たちはこういう人を期待している。逆にこういう人はもう最初から生理的に無理と。恋愛対象でも男性としても見てませんみたいなのは結構ね、辛辣なのを、まあそういった意見とかをね、いただいたんですよ。それを箇条書きにして私なりに咀嚼したものを、まあ前編後編みたいな感じでアップしたんですけども、それを見た方から速稼塾の申し込みがあったというね。まあこれ以前からもこういうのあったんですけどもね。まあメッセージとしては、まあ久保さんは年の瀬恋愛のことについていろいろと話されてますけども、今回の動画2本見させていただいて、いや本当にね、そうだなと思いました。で、久保さんも年の瀬恋愛の末に、今ご結婚されて48歳になったというふうに聞いてますけども、そういった形でコンサル指南をいただくことは可能でしょうかっていう形でメッセージいただいたんで、それはいいですよっていうふうに返信したんですね。まあ、速稼塾に入っていただけば、まあそういった恋愛相談も十分しますし、いや、ぶっちゃけ速稼塾入んなくても、全然、お話しますよって言ったんですけども、いや、それはできないんで、やっぱり自分に活を入れるためにも、まあ30万円お支払いしますって感じで、なんかね、一括入金をしてくださったみたいなんですよ。そろそろしてくれるんじゃないかなと思いますんで、入金確認しようかなと思うんですけども。で、今回何が言いたいかっていうとね、今回は20代女性が私に依頼してきたんですよ。何人かの方が。これを男性、40代、50代の男性に伝えてって。だからそれをまとめて再発信しただけなんで、私のネタじゃないし、私の感想でも何でもないんですよ。でも、それに対して人が納得して速稼塾に入るっていうね、何なんでしょうかみたいな感じですよね。つまりね、自分でコンテンツが思いつかなかった場合、ネタが思いつかなかった場合、誰かの意見とか、どこかのアンケートを持ってきて、自分の感想とか、まあ感想なくてもいいですよ。その現実をつらつらとお話しするだけでも全然集客はできると。納得感を与えることができるということなんですよ。しかも、私に関しましては今日のね、アップロードしたこの2本の動画、私、まあ一定の責任はありますけども、基本的な責任は持たなくていい形になってるんですよ。なぜなら、これは私の感想じゃなくて、20代女性が40代、50代の男性に対して思ってることですよと。私は代弁しただけですからっていう体なんですよね。これが私が思いついた、実は20代女性はこう思ってるんだよみたいなこと言ったら、なんでお前がわかるんだよって話になるじゃないですか。20代の、しかも女性でもないのに。だから当事者の声を集めて発信したら、それがなんかね、私の売り上げになるっていうのは妙な話ですよね。だからもはや何をやっても売り上げになるわけですよ。まあ全部が全部売り上げにならないんですけども、どれを発信したらどういうふうな反応が来ていくらになるのかってことは、確率を高めることができても、正直ね、結果まで分かんないんですよ。分かんないからいろいろやるんですよね。で、いろいろやると、その中で思っても見なかったのが当たるから、当てようと思って当てるやつもあるけども、こんなのなんで当たるのみたいなのも当たったりするんですよね。まあけど、情報を受け取った人にとってみたら、ここにはお金を払う価値があるっていう感じる、そのポイントになったわけじゃないですか。だから発信の種類もそうだし、いろんな角度からの発信もそうだし、なんせ量がないと私たちは100発100中で当てることはできないわけですからね。命中率悪いんで、100本中1本でも30万になったらいいんじゃないですかね。だから吉田さんも3時間労働で自由に暮らすって書いてますけども、3時間の中にそのいろいろが詰まっていて、それで大体売り上げが立てるっていう風にね、目算が立ってるから3時間で終わると思うんですけども、いや3時間だったらやべえなと思ったら、もっともっとやると思うんですよ。多分吉田さん今回3時間ぐらいで、まあまあ売り上げ立つだろうっていう風に、今までの例からね、感覚つかめてきてると思うんですよ。命中率も良くなってきてると思うんですよ。だからその辺が、だからベテランってことなんですよね。だからね、今までのことを吉田さんも振り返ってみたら、よっしゃやったーと思っても売り上げ立たずに、また一からね、セールスレター書き直したりとか、無料コンテンツを作り直したりとかっていうのもありましたよね。いや、それね、気持ちわかりますよ。私もね、これで売れなかったら次どんな手を打とうかなと思いながらリリースしたことも結構あるんでね。おかげさまで、売れなかったことは今んとこないし、セミナーやって誰も来ないってことは一応なかったんで、
そんなにね背筋が寒くなる思いはしなかったんですけども、仮に来なかったらどうするみたいなのね、よく感じますよね。感じるから、だからこそ爪爪でやるんでしょうけどもね、うん、まあそんな過去がありましたってことです。いやー、まあでも私も今何もせずにでもお金は入ってきますけども、でも油断しないようにね、常に自分を磨くこととか、それから視聴者さんと丁寧に関わり合っていくことはやめないようにしようかと思いますね。それじゃあ行ってらっしゃい。